はい、皆さんこんにちは。 YouTube 書道教室の中本博修です。今回は第3回彩水行書選字文の解説をいたしましょう。ではどうぞご覧ください。寒来たり初雪、秋収まり冬かくる。寒さが来れば暑さは去る。秋に取り入れ冬に蓄える。この部分を今回は記号しながら解説をいたしましょう。それでは寒から記号してみます。浮かむ、筆脈を大事に、横が軽く、横、縦、横、伸びやかに左腹、下の点角の方がちょっと大きめですね。くる、筆脈を大事にとっていただいて、おおらかに跳ねて、最終角だからこさけてみました。しょ、中の空間の空き具合なども観察しましょう。そしてこの伸びやかに、食器具、原理、骨格を結構真ん中に書いてあるんですね。そして質に跡を切ります。下行くと下とちょっと緩めていく。そして右下がり、右上がり、キュッキュッ、こんな感じでしょう。それではこれからこだわって記号したいところを解説しましょう。まずこの寒っていうですね、1、2とこの点角からこっちの筆脈を取って、この横はこの筆圧を緩めて穂先で書きながら、こう線のこのうねりですね、こういう表現をここで勉強したいですね。で、1、2、3、4、5で、ここのところをちゃんとこのちょうど真ん中あたり抱えて1、2で、この右側の縦角は少し横は突き出して、ここに触れるようにして、両方ともそういう意味ではちゃんと触れて接してぶつけることによって文字はきりっと引き締まります。そしてこの中心にタンタンと書いてますね。はい、次くるっていうですね、くるっていう字は、この上の線は少しこういうふうな受けで書いて、で、このこれを上をちょっと開けて下にちょっと重心を下ろしてるのが形してますね。で、縦こうしてこうパンとってこうやってちゃんと筆脈を取って、だん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 筆圧を加えて、そしてまた抜く寸前に筆圧を緩めながら、穂先でここでキュッついてる、こういう筆使いをここでマスターしたいですね。ここではこの跳ねるところを注意しましょう。横に押し出すようにして、ここにゆったりした空間を取るように。はい、書ですね、書、下をこうグッと引き締めて、 この書はこの横ここが勝負なんで、1、2、3、この辺の伸びやかな、穂先の効いた、この線の表情をチャレンジしましょう。はい、行く。行くはですね、1画目、2画目が同じような表現が続きますので、1画目少し短く、2画目はちょっとこう、1、2、3と、ちょっと長くして表情を変えてます。そして、こちら比較的まっすぐですけども、こちらは、少しこう傾けることによって縦角に変化を表現してますね。こうして、ここも1、2、3で、おおらかにこう、で、ここをこう余白を潰して、ここに書くのはキュッとしまった感じになっていいですね。で、こうですね、こういう構図になってますね。で、ここにゆったりした間を取ってます。では記号してみましょう。秋の弦ですね、秋、
の脳圏のこの天角と上の横角の間に点を打ちます。作りが辺よりも下がらないように少し上目に追えるようにして右足のリズムを維持してますね。収まる。七脈を大事に。はい、次は冬ですね。ちょっと塩をつけすぎて線がもたっとなってますけど、まあ、ご容赦ください。冬、隠る、暗。ここはほとんどまっすぐ立ち上がってるような形してますね。黒伸びや赤に長く。そして、この全角は大切です。こんな感じでしょうか。では、蔡水先生のお手本をじっくり観察してみましょう。秋収まり、冬隠る。秋っていう字はですね、この脳弦を書いて、次の作りの日のこの一角目ですね。この脳弦の天角を下げることによって、ここにこう空間できましたね。ちょうど空間のところにパン天角打つことですね。ここを学んでほしいんですね。そして右側のところ。しばらくは、こう、まっすぐ下ろすようにして、ぎゅっぎゅっと。1、2。で、こう、書いたときにですね、こちらが、ちょっと上がるぐらいの気持ちですね。収まる。収まるは、こうして、ここの七脈を大事に書きましょう。そして、この、の分のとこですけども、中心ぐらいから、これを、こういうふうに、書かないことですね。こういうことこう大きくなりますので、こうして、ちょっと真ん中ぐらいからこう書いて、ここの空間を狭くする。これ大事ですね。だからこれがうんとこちら、寄れば寄るほど、ここは狭くなります。はい、冬。冬も左払いと右払いの、こういう関係を注意しましょう。次、蔵っていいですね。1、2、3、4。この蔵は、この線がですね、結構こう、この起筆と収筆の伸びと、こんがらの角度でほとんどこう、立ってるようなイメージですね。そしてここにこう、右上のリズムを作るように書いて、これを伸びやかに出してます。これを、こういうふうに書くとですね、今悪い例で書いてるんですけど、この、これに対して、こう、揃うと、また雰囲気違って良くないですね。これなんか無造作にこう出すと、こういうリズムができますので、ここのリズムを、ここのリズムを意識しましょう。以上、これが秋収まり、冬隠る。この収まるっていうのは、ここはちょっと広く感じますが、もう少しこれ、この辺からこう書いてもいいと思いますね。ちょっとこちら書いてますね。こうして。こうして。もう少し上からこう書いてあげると、ここが引き締まった感じになりますね。以上、寒気たり、小雪、秋収まり、冬隠るの説明でした。皆さん最後までご視聴くださり大変ありがとうございました。参考になりましたらいいね、またチャンネル登録、そしてお気軽にコメントなどくださいますと大変光栄です。では次の動画でまたお会いしましょう。中本白秋でした。